なおチャンネル。はい、皆さんこんにちは、なおチャンネルのなおです。さて今回ですね、こちらの企画をやりたいと思います。じゃじゃーん、極激辛タンタンでございます。辛い系チャレンジ、も激辛チャレンジですね。これはやばいよ。もう極激辛ペヤング焼きそばね、食べたんですけど、もうやばかった。今回極激辛タンタンということで、泣けるほど辛味が強いので、小さなお子様や辛味が苦手な方の必食には十分ご注意ください。待って、これさ、極でしょ、だってもう。いやー、これ絶対辛いと思うよ。多分、極激辛ペヤング焼きそばより絶対辛いと思う。なので、今から早速、この極激辛タンタンをね、食べてみたいと思います。では、それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、完成しました。見てください。タレも入れて、辛くなりました。匂いはちょいピリ辛かな。前の極激辛ペヤングよりかはまだマシだと信じたいです。まあでもこれね、楽しくね、食べないと。やっぱね、楽しく食べた方がね、もしかしたら辛さね、わかんないけど。でもなんかちょっと辛い匂いしてくる。あー、やばいよこれ。でも楽しもう。絶対楽しみながら食べるよ。美味しいんだと、問題ねえんだとね、思いながら食べます。極激辛でしょ。余裕余裕、大したことないんだよ、極激辛って。もでは、いただきます。試食。うん、あら、辛い。いつも通り食ったらめっちゃめちゃ辛い。やばい、一口目で終わってる。食べきるぞ。これもうね、絶対もう火薬は全部食えない。もう麺だけ食えたらいいでしょ。辛いよ。辛いよ、本当に辛い。あーめっちゃ辛いんですけど。あマジ水飲みたい。いやもう逆に水飲んだら多分ね、効果ないと思う。さらにね、辛さ増すと思う。あー、ヨーグルト飲みたい。カレー、辛いよ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 。もうね、口が痛い。正直もう口が痛い。汗もタラタラしてる。これさ、マジ全然楽しく食えねえよ、これ。カレーよ。あと、もうちょいです、もうちょいで食えます。もう半分以下になってる。早いよ。涙出てきた。アスか涙か分かんないけど、多分涙が出てきました。どうかないよ。はい、完食しました。極激辛タンタン、ごちそうさまでした。辛いよ、もうしゃべれない。ということで、何度か完食しました。やっぱね、辛かった。すごい辛かったです。もうしゃべるのがきついんですよ、ちょっと。でもなんか、極激辛ペヤングよりかは早く食べれた。いや、それは辛いよこれ。本当に食べたいって方がいたらぜひやってみてください。これは本当に辛い人苦手な方、マジでやめておいた方がいいですよ。
こういう風にうまく喋れませんから。ということで今回ですね、僕激辛ペヤングの担々麺を食べました。最後までご覧になっていただきありがとうございます。以上、ナオチャンネルのナオトでした。またいつかお会いしましょう。See you。 激辛チャレンジなんとかやりました。やばい、もう水飲みたいよ。皆さんご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、SNS のフォローよろしくお願いします。またいつかお会いしましょう。 See you。